南口仮駅舎北口旧駅舎南口旧駅舎港内港内沼袋駅は東京都中野区沼袋一丁目にある西武鉄道新宿線の駅である。駅番号は SS06 相対式ホーム2面2線とその間にホームのない上下共用の通過線1線を有する地上駅。通過線は上下線ともに副本線であり。 分岐器通過のために最高時速 50km に速度を落として通過する。1日を通して上下線とも優等列車を退避するためにから4分程度停車することがある。退避のない列車は通過待ちがなくすぐ発車する旨が放送される。ホーム油工長は8両編成分である。駅舎は下りホーム側が南口、上りホーム側が北口である。共に、 初店から終電まで利用できる。1999年までは北口のみで、南口の営業時間は2010年3月30日までは7時22時であった。ホーム間は地下通路により連絡している。トイレは北口駅舎の改札内にあり、ユニバーサルデザインとしての多機能トイレを併設している。また、北口駅前広場には、 中野区設置の公衆トイレがあったが2014年5月に取り壊された。1983年6月以前は、現在の下り通過線付近に島式ホームが立地し、内側2線が対比線、外側2線が通過線となっていた。西部新宿駅側には急カーブがあるため、最もカーブのきつくなる下り通過線は、かなりの低速運転を強いられていた。 しかし、従来6両編成で運行されていた各駅停車をラッシュ時を中心に8両編成での運行へ輸送力を増強する際、当駅でもホーム有効長を8両編成分にすることとしたが、ホームの両端に分岐器があり、単にホームを延伸するだけの工事では対応できなかったため、手狭になった駅本屋の改築と同時に駅の構造を全て変える。 大掛かりな工事を行うことになった。ホームの延伸に伴い、野方寄りの分岐器の位置も、駅前交番の踏切の東側から西側へ移設された。当初の予定では2番ホーム側にも駅舎が設置される予定だったが、初般の事情で、前述の1999年まで延期された。下りホーム移設通知ポスター、中江駅野方駅間。 約 2.4km の連続立体交差事業の計画が発表され、当駅はその区間に含まれている。2010年2月1日と2月2日に開催された都市計画総案説明会にて、この区間の地下下と当駅を島式ホーム2面4線の形態とすることを計画していることが発表された。これに伴い、当駅はほぼ現在の真下、地下約18から1 9ル、 幅約28から36メートルのトンネル内に移転する。2014年1月に工事を着手した。東京都が2013年4月1日付で国土交通省から事業の認可を取得した時点では完了予定日を2021年3月31日としていたが、事業に必要な用地の取得状況により、2027年3月31日に延期された。 なお、説明会では、今のところ有導列車を停車させる予定はないと、西武鉄道より発表された。よって、順調に進めば、外、地下とはなければ、約37年ぶりに島式ホームの鉄道駅へ戻ることになる。2017年4月2日より、駅構造が前日の通りに変更となった。それまでは、外側の対比線二線に相対式ホームを二面有し、 内側2000にホームのない本線が通っていた。その下りの本線にホームを移設し、下りの対比線を廃止する形で、現在の構造に変更された。2019年度の1日平均上行人員は2290人で、あり、西武鉄道全92駅中53位。近年の1日平均上行、乗車人員の推移は、下表の通りである。 北口改札を出た正面に沼袋駅停留所がある。隣接する道路が一方通行のため、バス路線も一方向のみである。このため、逆方向の練馬駅方面駅は、東駅と荒井薬島駅とのほぼ中間で交差する中野通りを経由している。ありがとうございます。